皆さんの理解がその得られないとできないことでしましてや、その生活のリズムが変わるという人もおっしゃるし、システムに大変金がかかると、少し丁寧にやらせてくださいと。遠藤元オリンピック担当大臣は安倍総理大臣と会談し、サマータイムについて来月にも自民党内に議員連盟を立ち上げて検証を始める方針を伝えました。安倍総理はぜひ進めてください、丁寧にやってくださいと応じたということです。暑さ対策として浮上したサマータイムの導入ですが、様々なシステムの変更などが必要になり、膨大なコストがかかると指摘されています。